みやみです。はい、じゃあいいですか皆さん。じゃあ、はい、座ってでも踊れる振りなので真似をしながら一緒に踊ってみてください。よし、じゃあ今からできちゃう。ですね、曲が茜空と言いまして、とてもゆっくりな曲です。じゃあそんなゆっくりじゃないか、とても優しい曲です。僕たちは一応センスが一応、持ち味、センスが、なんて言ったらいいの、自慢のチームなんでセンスを使うんですけれども、センスなくても大丈夫ですし、皆さんがもしセンスをお持ちしたらセンス使ってください。はい、まずですね、パターンが 2パターンありまして、たったの2パターンでこの曲を踊れます。なんと、まず1パターン1のところからです。それぞれ一緒に踊ってくださいね。まずは右にひらひら、ひらひら、せーの、1、2、3、4、そしたら戻ります。せーの、2、2、3、4、まずこれです。そしたら左側に手を寄せて斜めに手を出します。1、2、3、反対、5、6、7、8、これがパターン1です。パターン1、一回ここまでつなげてやってみましょう。やってみましょう。いきます、5、6、せーの、右に寄って左に寄って斜め反対、斜、もう一回、右、3、左、5、6、7、8、2、2、3、5、6、7、OK です、完璧です。みんな完璧だ。そしたらパターン2、パターン2は前からいきます。下から手を広げていって前に、1、2、3、そしたら戻ります。2、2、3、次は決めポーズです。フェンスを上に突き上げて、持ってない方は手を上に突き上げてください。ここでフェンスを見せたら右回転で回ります。せーの、5、6、1、はい、この4つをつなげます。じゃあもう一回下から手を広げるやついきますね。5、6、せーの、このパターンで、この2つのパターンで茜空はもうほぼ踊れます。踊れます。これで僕らもカサデラ1だ。ですね、曲の頭と途中にちょっとこうセンスを見せたり、こうヒラヒラしたりする部分あるんですけれども、そこはもう自由に踊っていただいて構わない部分ですので、踊り子を見ながら皆さんでちょっと体を動かしながら楽しんでいきましょう。じゃあ茜空ミュージックスタート。Oh!
感じの簡単な曲ですね。もう皆さん踊れたと思うので、もう一回です。もう一回